あの研究者、モローとか言ったか。彼がしていたのは教会の教えに反する禁じられた行為だ。ああ、でもよかった、壁玉のローラン相手じゃもう死を覚悟するしかなかった。でもジョージア相手ならなんとかなる気がする。バカね、そんなのお前の方が美味しいに決まってるじゃない。ようやく時が満ちたわ、このジェボーダンの地に。ザクロイ氏の座を賜りし第12のパラディンです。お見知りおきを、ムッシュ。落ち着け、ルカ。あの女、せっかく俺たちが体をぶっ壊してやったっていうのに、まだ残骸が落ちていやがったか。よく考えたら私、体を温めるためとはいえ、ほぼ裸でバニタスと、しかも嫌がる彼の服を剥いで。こそこそとはひどいな。私はただ歴史の勉強をし直しているだけだよ。さあ、我々人間とヴァンピールのね。ノエに聞いた話なんだけどね、バニタスは以前、自分のことを好きになるような奴には興味がないと言っていたそうだよ。昨日ってどこからどこまでの話？研究所のところから？それともお兄ちゃんが熱出して泣きながら違う、留守分教。ずいぶんと遅いご到着ですのね。その人間の男は蒼月の吸血鬼の眷属です。狙いはきっとバニタスの書、もしかするとあんたのお友達。殺されちゃうかもね。分かっていないな、ジョルジュ。あの男が信じているのは厳密には神ではない。ボンジュー、少年。いい夢は見られたか？ここは17世紀末創業の老舗カフェでね、人間界での私のお気に入りの場所なんだよ。お困りみてえだな、バニタス。せっかく9人殺しの居場所をつかんできてやったっていうのに。紹介しよう、ノエ。私の可愛い孫たち、ルイと妹のドミニクだ。いやー、ドミニクがちょうど私の城に遊びに来ている時でよかった。はい、ただの貧血なのでご心配なく。私これからお医者様のところに行くんです。いいところ、気に入ったわ。この場所、あなたの信念を私に誓うか。おお、すごいすごい。まさか佐渡家の中では僕はもう死んだことになってるよ。私を虐げた愚かなるヴァンピールどもよ、この本が開かれるとき、死にも勝る呪いが貴様らに降りかかるだろう。あなたがバニタスですね。僕はルカ、彼女はジャンヌと言います。ぶしつけながらあなたにお願いがあって参りました。クロエ、嫌がっている人の血を無理やり吸おうとするのは良くない。蒼月の吸血鬼という童話に登場する呪われた本の名前です。聞いたことはありませんか？